ペインアンダルシア州アルメリア県のムニシピオ、県とアルメリアから約8 0トル離れている。ガドル山脈と地中海に挟まれている。地域は、主として、標高4 5ルの平野で、低木が占めるわずかな丘陵地帯もある。約2 7トル続く、海岸部は環境上重要な湿地帯となっている。地中海性気候で冬は、 約摂氏12度と温暖で、夏は約摂氏28度である。降雨量は約286ミ、mm、リメートルで、秋から春にかけて最も降雨がある。古代、ムルギと呼ばれていた一帯への定住者は、セロンデダリアスからやってきた。この地に移り住み資源を開発した農民や羊飼いたちはそのほとんどがアルプハーラ出身者であった。1950年代に、 人口3000人にも満たなかった。この地は、1956年以降砂地での農業が、試みられるようになった。1961年、ビニールハウス農業の成功、イスラエルから導入された、灌え設備設置から、一帯は、緩むことのない経済成長を遂げた。長く北のムニシピを、ダリアスの一部であったエルエヒドは、1981年に、 アンダルシア州議会の可決を受けて、ダリアスから分離し、自治体となった。現在のエルエヒドは、プラスチックの海の中心部となっている。ありがとうございます。